電車乗り換え、乗車券乗り換え券とは、路面電車、路線バスなど、原則的に1回乗車するごとに運賃をお車内で、支払う方式の日本の公共交通機関や、高速道路において、別の路線に乗り継ぐ際に発行される券のこと。乗り換え券、乗り換え券と表記する場合もあるほか、乗り継ぎ券、乗り継ぎ券と呼称する場合もある。日本では、路面電車や路線バスなどでは、 乗車時あるいは下車時に運賃を支払う乗り切り制を採用している。この制度を採用する場合、他の路線に乗り換える際は、最初の車内で乗車駅から乗り換え駅までの運賃を支払い、次の車内で乗り換え駅から目的駅までの運賃を支払うことになる。しかし運賃が初乗り区間基準か均一運賃の場合、このようにして乗り換えると、 乗車駅から目的駅まで乗り換えずに直通で行く場合と比べて支払い運賃総額が割高になることがある。そこで一部の事業者では乗車時もしくは降車時に乗り換えのための乗車券を発行し次に乗車する車両で運賃の代わりに乗り換え券を乗務員に渡すことで単純な乗り切り制運賃に比べ実質的な割引運賃となる。 もしくは一乗車分の運賃で済む制度を導入している。また、日本の高速道路において、均一性料金としていると、一旦高速道路を降りて、他の路線に移る場合に別料金となるため、公共交通機関と同様な理由で乗り継ぎ制度が設けられている。路面電車、編集路線バス、編集路線バスの乗り継ぎ券、コミュニティバス、編集地下鉄とバスあるいは、 路面電車、編集札幌版系の車両に装備される、札幌市営地下鉄乗り継ぎ券発行機高速道路、通行止め乗り継ぎ証明書災害や、事故の発生時に発見される、阪神高速道路においては、阪神高速道路として連続していない、あるいは、一般道路を経由した方が近いルートなど、6ルートの乗り継ぎ制度を設定しており、乗り継ぎ券を、 乗り継ぎ出口の乗り継ぎ券発券所または通行料金を支払う料金所で受け取り、一定時間内に乗り継ぎ入り口の料金所に出すと、一区間分の通行料金でそのまま両区間を利用できる。ただし、別事業者が管理するハーバーハイウェイを経由するルートもあるが、該当区間の通行料金は別料金となる。また、首都高速道路では途中に、 無料区間である東京高速道路を挟む場合に、手前の乗り継ぎ所で乗り継ぎ券を受け取り、これを再流入時の料金所に出すことで、改めて料金を払うことなく、乗り継ぎが可能となる。暫定開業のために乗り継ぎ制度が設定されることもあり、2011年11月19日から2013年11月23日まで、名古屋高速道路の4号東海線で一部が、 未開通なため一般道経由の乗り継ぎを実施していた。さらに、工事などで高速道路の一部が通行止めとなる場合、均一性では、もちろんのこと、大距離性料金の高速道路でも長距離ほど距離単価が下がるため、一旦高速道路を降りると割高となる場合がある。そのため、通行止め区間手前の料金所で乗り継ぎ券が発行され、再度乗った先で、 料金生産の際に提出することで、料金を調整する。ETC 利用者の場合、乗り継ぎ料金も ETC により自動処理されるため、一部の例外を除き乗り継ぎ券を受け取る必要はない。また、ETC 車のみが乗り継ぎ料金を適用できる例も名古屋、高速道路などに存在する。土手町循環100バスでも、広崎バスターミナル18時以降に到着する。 バスからの乗り換えにも適用されない。バス乗り継ぎ割引。西鉄バス、渋13廃止時の、渋12、たまれ6や、渋34廃止時の、渋32、都立34など、名古屋高速開通。名古屋高速道路公社。2013年12月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年1月31日閲覧。 通行止め期間中のご利用方法をアーカイブド2012年7月26日、アットザウェイバックマシン、福岡高速乗り継ぎサービス、ありがとうございます。